スリウス様が誕生。そうか、俺たちに道を示してくれるだろうよ。地の底のマトリックスでさらに邪悪な存在が生まれたようです。彼がどんな不幸を地上に及ぼすことになるのか、それはまた次のお話です。我が名はステン。ハイネスデューク、ステン。申し訳ありません。ガオレンジャーと名乗る者たちに邪魔をされ、何人ものオルグをその手にかけられてしまう。言い訳は見苦しいぜ。ヒラにご容赦を。その全能の力により我々を導く。オルグマスターの声をお前たちに伝えてやる。オルグマスターはなんと。心配はいらん。オルグマスターの怒りの声は聞こえぬ。今まで通り地上を荒らし回ればよいのだ。敗北の匂いがする。消えゆく者の悲鳴が聞こえる。千年の恨みはマロが引き継ぐ。お前は一体。オルグは不滅じゃ。よみがえれ我が配下どもよ。いや助かったぜ。あなた様は我々にお導きを。ハイネスデューク様。ハイネスデューク、新たな敵。終わってなかったんだ。皆さん、マロはハイネスデューク、ウラデ王じゃ。また近いうちに。ごきげんよう。待て。何なんだよこれは。待てねー。ステンを葬り、突然新たなるハイネスデューク、ウラが現れました。ガオレンジャーたちを新たなる試練への予感が包み込むのです。消滅したのです。やっぱり持たなかったか。結構気に入ってたのに。ウラ様、とうとう完璧に死んじゃったわね。お花も枯れちゃって。これからどうしましょう私たち。先生、大変です。今度はどんなハイネスデュークが生まれるのかしら。シテン様はアバウトだったしな。そうそう、何でもかんでも力つくでね。ああ、ウラ様なんかあの言葉遣い気持ち悪くてな。そうでおじゃったわね。ああ、おじゃったおじゃった。我らデュークオルグよ、導きを。ハイネスデュークが3人も。そんなバカな。我が名はハイネスデュークラセツ。そして左右に控えるは我がアウンのハイカ。デュークオルグプロプラ。デュークオルグルララ。なんだ、
ハイネスデュークはラセツ様だけなのね。あとデュークオルグだったのか。ちょっとびっくりしたわね。デュークオルグ？え、デューク？俺たち以外にデュークオルグが2人もなんて、これやばいわ。うわ、ほんとよ。私たちの立場どうなんのよ。ラセツ様、私どもに仕事をご命令を。え、そうそう、こちらのいかつい方々より細かい仕事に向いております。手先は器用ですのよ。ならちょうどよい。俺たちは外で人間世界を味わってく。その手先を生かして夜食を作って待っておきなさい。え？夜食？